夢は1608年にヨハネス・ケップラーによって書かれた小説。現代のソムニウムはラテン語で夢を意味する。この物語は1634年に作者の息子、ルードビフ・ケップラーによって初めて出版された。物語の中でアイスランド人少年とその母がレバニアと呼ばれる月の世界について精霊から学ぶ。夢は地球が月から。 どのように見えるかを想像力に富んだ記述で示しており、月の天文学に関する最初期の論文であると考えられている。カール・セーガンやアイザック・アシモフはこの物語を SF 小説の走りであると述べている。ケプラーが熟練の魔術師リビューサについての本を読んでいるところから物語は始まる。彼は読書中に眠りに落ち、その眠りの中でケヘプラーは14歳のアイスランド人。 少年、ドゥラコトゥスについての本を読んでいた。ドゥラコトゥスは母のフィオルクヒルデと二人で暮らしていた。フィオルクヒルデは薬草と不思議な印をつけた布をヤギ川の袋に詰めたものを作り、それを近くの港に持って行って船長たちに売ることで生計を立てていた。ある日、ドゥラコトゥスがその袋を切り開いてしまい、フィオルクヒルデはそれに気づかず港に持って行ったため中の 薬草などがこぼれてしまった。腹を立てた彼女は息子を袋の代わりに船乗りに売りつけてしまった。船は翌日には出港してしまい、ティコブラーエに手紙を届けるため弁当まで旅をしたが、ドゥラコトゥスの船酔いがあまりにひどかったため、弁当に着くと船乗りは彼に手紙を預け、ティコの下に彼を残して出港してしまった。ティコは喜び。 ドゥラコトゥスに話しかけたが言葉がさっぱり通じなかったため、弟子たちにドゥラコトゥスに話しかけるように命じた。おかげで数週間もするとドゥラコトゥスはデンマーク語で会話ができるようになった。彼は言葉を習うのと合わせて天文学を学ぶ。彼は天文学に夢中になり、世ごとの天体観測を楽しんだ。傍教の年に駆られてアイスランドに帰郷するまでの数年間、ドラコトゥスは 気候のに滞在した。アイスランドでは母、フィオルクヒルデが健在であった。彼女は、ドゥラコトゥスが身につけた、天文学の知識と自分の知識を照らし合わせて学ぶ、ことをこの上なく喜んだ。ある日、フィオルクヒルデは、彼女が天空について、どうやって学んだのかを彼に打ち明けた。彼女は精霊を召喚できると言った。精霊は、一瞬にして、地球上のあらゆるところに、 彼女を連れて行くことができるとのことだった。また連れて行くには遠すぎる場所であれば、そこの話を詳しく教えてくれるとのことで、彼女が懇意にしている精霊を呼び出すこととなった。召喚された精霊は、このように語る。5万マイル彼方のエーテル中に、レバニア付きはある。精霊によると、レバニアと地球の間には、通り道がある。通り道が通じたとき、 精霊は人間を4時間でレバニアへ連れて行くことができる。精霊たちの偉大な力で人間をレバニアまで押し上げるのだが、人間には衝撃が大きすぎるので、旅の間は薬で眠らせるのだという。困難な点として、極寒と空気の薄さがあるが、寒さは精霊の力で和らげられ、薄い空気は鼻に濡らした海面を詰めることで対処できる。月が近づくと、 精霊たちは人間が叩きつけられないようにスピードを緩める。レバニアへの旅路の話の後に、精霊は精霊たちが太陽によって押さえつけられていることを話す。彼らは地球をボルバと呼んでおり、その影の中に住んでいる。精霊たちは日食の時にボルバに向かって飛び出ることができるが、そうでない時はレバニアの影の中に潜んでいる。 精霊の生活ぶりを語った後、精霊はレバニアの話を続ける。レバニアはプリボルバとスブボルバと呼ばれる二つの半球に分けられている。二つの半球は境界線で区切られている。プリボルバからはボルバを決して見ることができず、スブボルバからはボルバを月として見ることができる。ボルバは実際の月と同じ周期で動く。精霊は スブボルバとプリボルバの説明を続ける。日食が月からどのように見えるか、月が地球から離れていることにより、惑星の大きさが異なって見えること、月の大きさなど、いくつかの自然科学的な説明もあり、また、スブボルバとプリボルバに住む生物や植生、レバニアの生都市のサイクルなど、空想科学に基づく説明もある。プリボルバの生物についての話の途中で、 夢は中断されてしまう。外の嵐の音でケプラーが目を覚ましてしまったためである。その時彼は夢の中でドゥラコトゥスとフィオルクヒルデがしていたように頭を枕で覆われ、体は毛布でくるまれていることに気づくのだった。もともと夢はコペルニクスの地動説を擁護するために地球の居住者にとって月の運行がはっきりと見ることができるのと同じように、 月面の観測者は惑星の運行を理解することができると提唱する学位論文として始められた。20年近く後にケプラーは物語に夢の枠組みを加え、さらに10年間かけて彼の騒がしい経歴と彼の知的な進歩の段階を反映させた注釈を著述した。夢の内容とケプラーの現実の生活との間にはいくつもの類似性が見られる。ドラコテスは ティコブラーへの下でかなりの期間働いているが、ケプラーも、また、皇室数学者となる前にティコの下で働いている。ケプラーは、魔女の疑いをかけられて逮捕された母の自由を勝ち取るために5年間を費やした。母の死後、ケプラーは、彼の物語を説明するための注釈を書いた。彼の死後、息子のルードビヒ・ケプラーによって、遺作として出版された。 ケプラーはレバニアを科学的手法で著述する役割を精霊に追わせている。恒星は地球の恒星と同じ位置にある。惑星はレバニアの方が地球より惑星に近いことからより大きく見える。レバニアからは惑星の運行も異なって見える。例えば地球からは月が動き地球は動いていないように見えるのと同様に、レバニアからは地球は動いて見えるのに、 レバニアは動いていないように見えるといった具合である。これはケプラーがコペルニクスの地動説を擁護した一例である。境界線の住人は月の他の地域とは惑星が違うように見え、特に水星と金星は大きく見えるとした。昼は地球の14日にいくらか足りないくらいで、夜は地球の15から16日に相当する。夜の間、 プリボルバは激しく寒さで強い風に見舞われる。日中は非常に高温で無風である。夜間、水はスブボルバにすべて移動してしまう。昼になるとプリボルバに水が戻ってくるため激しい暑さから住人を守ってくれる。住人たちは日中の暑さから逃げるため水に潜ってしまう。昼と夜はおよそ地球の30日に相当する。スブボルバの昼は 地球における月の層に一致する。スブボルバからは地球が月のように見える。地球は夜の間我々の月のような満ち欠けをする。ケプラーはスブボルバには蛇のような生物がいると記している。スブボルバの地形は我々の世界同様に野原と町に覆われている。プリボルバの夜の間はすべての水がスブボルバに移動してくるため、スブボルバは水没してしまい。 波間にわずかばかりの陸地が見えるだけとなる。スブボルバはほぼ消えることのない雲と雨に覆われるため、太陽から守られている。ありがとうございます。